JH5 マイクノベンバーニマです。ご視聴ありがとうございます。今回紹介しますアンテナチューナーですけど、小型の無線機 IC705 FT817 に利用できるロングワイヤー用のアンテナチューナーになっております。このチューナーでほぼ 5m ぐらいのエレメントですと7メガから30メガまで運用することが可能になっております。でこちらの方がアンテナチューナー部、こちらの方が SWR 系になっております。でこちらの方にアンテナを取り付けます。だいたい 5m ぐらいのエレメントをつけることを私多くなっております。でこちらの方がコイルをタップする調整機能、こういう形で調整することができます。でこちらの方がインピーダンスのハイローの調整で、ここがバリコンですね。であとバリコンで足りない時には追加のコンデンサー、ここのスイッチで入れることができるようになっております。でこちらの方 SWR 系の方ですけど、 SWR 系の方はブリッジ型と言われるもの、抵抗ブリッジ型というのを採用しています。この抵抗ブリッジ型の特徴ですけど、無線機側から見ますと常時 SWR が1の状態、50オームの状態になりますので、アンテナの調整中 SWR が無限大になりましても、無線機の方から見ますと常時 SWR が1ですので、正常な動作、出力が落ちたりすることがなく安定して調整することが可能になっております。で1点だけ弱点なんですけど、この方式は無線機から見るとダミーロードがつながった状態になっておりますので、運用中は SWR 系使用することができなくなっております。ですので感度調整が終わりましたら SWR 系、ここのスイッチですね、このスイッチをスルーの状態にする必要があるような形になっております。また詳しい使い方は後ほど紹介動画紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。